一つ聞いてもいいですか。どうぞ。少佐はこの件に相当入れ込んでるようですが、どうしてご自分で弁護を担当しようとしなかったんですか。もちろん担当したかったわ。じゃあ5分の有罪取引で型のつく事件だ。君ではもったいない、心配いらない、適任者がいるって上官から言われたってわけ。なるほどね。コードレッドって規律を遵守させることです。注意だと。つまりなんだ。海兵隊員としての自覚を忘れた隊員を元に戻してやることです。血の利き方に気をつけろ。私は良識のある人間のつもりだが、ここの暑さは気がおかしくなりかねない。しかしこの暑さどうにかならんのか。今日は40度を超えてるんじゃないのか。我々はずっとこんなところにいるんだ。しかも300ヤード向こうには敵兵が AK-47 でこちらを狙ってる。当然表向きはコードレッド、つまりしごきはやめさせている。だが現実にはしごきは兵隊を心身ともに強くするものなんだ。だからもししごきが行われていたとしても私は文句は言わない。僕以外は全員ぴったりなんですで自分が出るときって自分が見えないんでどう映ってんのかなって。まあそこは演出家の、鈴勝を信じて、はい、やってますけれども、いや本当に志賀君とかやっぱ初めてっていうことあってやっぱ鮮度が高いですよね。新鮮ですよね本当に。そういうことに立ち会える、稽古場で一緒に立ち会えるっていうこと自体がすごく刺激になります。お客さん側がその陪審員になる、そうだよね、その裁判シーンがで後半のだから法廷劇のところなんかはそのキャフィーとロスがそれぞれ対立してる部分があるんですけども、そのそれぞれのこう主張がをこうある種判断してもらえるのがお客さん側なんで、それ面白いなと思いますね。はい、やっぱ法廷劇なんでドラマとかでしか聞いたことないセリフがバンバン出てくるじゃないですか。はいはいはい、難しい言葉多いですよね。意義ありと、まあ、なかなか確かに日常の相手の意見が違うと思ってもそうは言わない。そうですね。いや、意義ありって言ってみたいなと思って。わかりますよね。そういうなんかこう、うん、まあちょっとキュンキュンする。そうキュンキュンというか、なんかかっこいいなっていう、そのセリフ燃えしちゃうよから。そうですね。まあ、僕も映画見てたんですけど、初見台本を見たときに結果は分かってるんですよね。映画を見てるんで結果は分かってるのに台本を読んだときに興奮したんですよ。なのであの今回多分あのお客様の中で映画を見て結果はもう分かってる人でも舞台でまた違った多分熱を感じられると思うので、そこでまた多分僕はお客見てる方たちにあの緊張させることができたらなと思ってます。ジェセップ大佐がとても、ね、とんでもない人に思えるけれども彼は彼なりの正義があって、人それぞれのその正義っていうのがこう戦い合ってるところ、そこがすごく魅力的だなと思います。そうですね。この元の最初にいただいた台本からだいぶこう鈴鹿さんがあの説明台詞だったりとかするところっていうのを余分なところをカットされて、でそれによってもしかしたらこう私たち私は、私自身はそのとこその部分に頼って役作りしてた部分があったかもしれないんですけど、それをなくすことによって多分お客様の想像力をすごくかきたてるとか余白を楽しんでその想像力を楽しんでいただけたらなと思います。これだけ、セリフをずっと言っていくで、あの物に頼らずにあの、まあ、こんな本当にこんなシンプルな舞台でやるんで、かなり演劇だと思いますんで、お客さんのここに劇場にいる人みんなの想像力で、作られるものだなってことを、見ていただければ本当にいいです。でそれでまあそれプラス、A Few Good Men の中に込められている、作家が書いた気持ち、そういったものが皆さんに届くといいなというふうに思っています、ね。